デンベレの件ですが、約金が5000万ユーロに設定されてて、そのうちの半分がデンベレ本人側に。え、マジかすごいな、その契約。確かこの契約7月31日までで、8月の後と、約金は1億ユーロになるえでもサウジ1億出しそうだけどね、全然。その場合って半分はデンベレ入るんだったら、だったら、ここって8月以降にした方がいいよね。その辺どうなんだろう。えだから、デンベレ、だからラフィーニャとかフェラントーレス売ろうとしてるけど、売れないから、 じゃあデンベレっていうのもあんのかもね。でも全然、特にフェラントーレスとデンベレだと、デンベレが真面目にやってる限り、フェラントーレス勝てる部分は少ないからね。今のバルサイデンベレ放出まずくないですかまずいっすね。デンベレがそのメンタル的にちゃんとあれ維持してくれるんだったら、デンベレは、ね、この人のところで。レバンドスキー手足低減の、 まだあとぐらい、そのあとぐらいなのかなあとフレンキー、ペドリー、デンベレって感じかなガビー。あのドリブルの速度保ちながら、あのアウトサイドパスできるのは世界でも認ましかいないんじゃないかテてレベルだと思ってます。そうですね。だから、あの、基準のスピードがね、速いからね、あの、デンベレもそうじゃん。デンベレさ、あのスピードで顔を上げながら相手の逆つくから、だから抜きまくれるじゃん。でも、デンベレの中では、70ぐらいでも、対峙するディフェンスからしたら100に感じるんだよ超速いみたいな。 なのに、足から離れないし、顔上げてるし、みたいな。だから、あんだけわがままだったりとか、問題児でも、チャビはデンベレを一生懸命残そうとしたんですそう、だから、ベースのスピード上げるっていうのは大事なんですよね。だから、やっぱ、フィジカルないとダメっていうのは当然で。デンベレ、それで両足使えるの、エグいの。そうそうそう。両足は重要ですよね、本当に。っていうか、今、両足使えない、いい選手って誰かいる あの選手、利き足だけでやってんな、みたいな。